決めねばな。本来ならば王族と我らに無礼を働いた者など細切れにして魔界のインディラの餌にするのだが、ゼルドリス様のお目汚しになってはいかん。特別に心臓を一つ潰すだけにとどめておいてやる。その前に連れ帰らせてもらう。貴様は？よく無事に生き延びた、アーサー。ニャスニャスニャス。思念を送ったのはお前か。助かったぞ。マーリン、今すぐ俺に信仰の開眼をよこすんだ。エリザベスを救うため、お前が魔人王になろうとしているのと同じく、お前を救うために己の命を懸けている恋人と友がいることを忘れるな、メリオダス。マーリンってば、急にどこに消えたんだろう。残飯あさりじゃね。戻ってきた。一緒にいるのはアーサー王。マーリン、本当にキャメロットに乗り込んだの？ねえねえ、すまないが、アーサーの怪我を治してやってくれ。ええ。キャス、おめえすげえ怪我じゃんよ。僕は平気、アーサー無事なら。ざまないの、うたた寝の小僧にしてやられた挙句、小娘にも逃げられるとは。少々油断したまで、この次はない。それに小僧は今始末する。お？アーサー様？アーサー！アーサー！剣を離すんだ！ねえねえ、早く傷を癒してくれ！目を開けろ、アーサー！ダメ、マーリン！剣を抜かないと傷が治せない！頼むから、手を離すんだ！アーサー！アーサー！マーリン、ごめん。君の期待に応えられなくて。ひって、ひどすぎるぜ、こんなの！アーサー、僕に嘘ついた。